はい、皆さんこんにちは。マジカル糸の子です。はい、今日もねマジカル糸の子の新伝道糸の子木工入門ということでやっていきたいと思います。はい、今回はですね文字を切り抜いてみようということでですね、考えました。文字といってもですね漢字、ひらがな、またローマ字とかねいろんな文字がありますが、まずはですね今回ここにありますようにですねこれ糸の子と、これローマ字でね糸の子と書いてますけども、これね動物文字ですね、アニマル文字ですね。今日はこのアニマル文字からね切り抜いていきたいなと思います。フリーハンドでいってみましょうかね。はい、これ今回ヒノキの板をね準備しました。これを使ってですねこの電動糸の子でですね文字を切り抜きたいと思います。まずはねちょっとやってみるんでね見てください。じゃあいきますよ。A でもねやっぱり A から切ってみますか。 A いきます。動物文字いきます。ヒゲを切ります。そしてね、目玉を開けます。回転が欲しいね。ちょっと故障でしたね。はい、これアルファベットのねA ができましたね。いかがですかね。これねやっぱりね、まあ、漢字とかひらがなに比べるとローマ字っていうのはね、結構簡単にね切ることができます。でこれね、まあ、線でこう鉛筆とかでこう A って書くのと違って、この糸の子で作る場合はですねその縁をですねずっと縁取りをしていくわけですよね。だから頭の中でその縁、全体のそのシルエットがねイメージできなかったら切り抜けないっていうところかもしれないですね。これは慣れかと思いますね。じゃあ続けてですね、じゃあ違うアルファベットいってみましょうかね。じゃあどうしようかな。じゃあ B いってみますかね。目玉の穴をね開けます。結構壊れてるのでこれなんか調子が悪いと思います。はい、これ B ですね。こういう感じでね、さっきの A と B ですよね。こうね、でこのアルファベットでね自分のまあイニシャルを作ったりですね、名前を作ったりして、それをこう板に貼り付けたりすればですね、まあ、ネームプレートのようなものがねできるかと思いますね。アルファベットこれね、まあ、今みたいに上手に切れない場合はですね書いてもいいですよね。これチョークがありますけども、S とかね、例えば S ってすごい難しいんです、バランスを取るのがね。だからもう S なんかこう先にこう書いちゃってさ、こうね、この形のをなぞるようにまあ切っていくというかね、これの縁を縁取りしていくような感じで作っていくと作りやすいかと思います。じゃあ
やってみましょうかね。今度 S ですね。じゃあなんかこう犬でもこう犬の顔をねつけて、これを縁取りするように。はい、目玉の穴を開けると、ね、S がほらできましたね。こうバランスもよくできましたね。まあ、こうやってねフリーハンドで切るとね、すぐにできますよね。これわざわざですね、例えば図面を書いたり、まあ、コンピューターからですねこうフォント文字をねコピーしたりするっていうだけでも結構時間かかるし、で文字も同じ形しかできないですよね。こう例えばワンちゃんのとか、この子が猫になったりとか、そういうなんていうのをその場で思いついたねこう動物を作ることっていうのは、まあ、図面があるとなかなかねちょっと時間がかかってできないですけども、こうやってフリーハンドを使ったらですね、例えば今誰かがいて犬切り抜いてください、馬切り抜いてください、馬で S を、猫の M をとかねって言われたらね、その場でパッとできるっていうのがこのフリーハンドのいいところなんですね。はい、じゃあせっかくなんで今日アルファベットこうやって作りましたけども、まあ、このままちょっと一文字ね、漢字を切ってみましょうかね。で漢字もまあアルファベットと一緒なんですけど、まあ、簡単な漢字でいくと、まあ、木という字とかね、まあ、という字ができましたね。はい、漢字もね、まあ、簡単な漢字からやっていければやっていくとねすぐ覚えていけると思いますが、やっぱりね難しいね画数の多い字とかはねなかなかね頭の中でこう思い浮かばなかったりしてですね、難しいなっていつも感じます。でまた画数だけじゃなくてね、例えば三髄編とかね、そういうのってどういうふうにこうくっつけてこれ作ってるんで、こう離れた文字っていうのがねなかなか難しくて、どんな風にこの表現するかっていう、そういうまあ、アイデアというかね、その場でパッとこうアイデアを浮かべてイメージして作らないといけないっていうのが、まあ、漢字の難しいところですね。まあ、これはひらがなでも言えるんですけどもね、これ木っていう漢字はね簡単です。でこれ本っていう字にもすぐなるしね、簡単にまあ作れるんでね、一度こうやってフリーハンドでね切ってみてはいかがでしょうか。はい、今日はですね、まあさらっとですけども、まあ糸の子でフリーハンドでね文字を作るっていうところをねちょっと見てもらいました。まあアルファベットの文字からやっていければね、まあ比較的覚えていけるんじゃないかと思いますのでね、皆さんもね一度こうフリーハンドで文字を切って、ね、例えば友達のこう文字をその場で切ってあげるとかね、そういうことをしてみたら喜んでいただけることができるんじゃないかなって思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、マジカル糸の子の新年度糸の子木工入門でした。イエイ。